私は山中さんが今行ってらっしゃるところでもある横浜にある、前はその免疫センターとヒトゲノムの解析やってるセンターが一緒になった総合生命医科学研究センターというところからのものとして発表させていただきます。今回、そういうことで山中さんの、ここのラボでの同僚ということで、たまたま、通りかかったら参加したというような感じで、そういう感じで、実はギャラクシーどのように利用していますかっていうところなんですけれど、実は僕自身は実は使ったことがなかったんですけど、今回ただそのギャラクシーって言っても裏で動いている部分については R のスクリプトを書いて動かしています。だから大規模なデータのは基本的にスクリプトのバッチ処理をしています。で、じゃあギャラクシーに載せるときにギャラクシーにしっかりと特化した形でスクリプトを書くことができるんですけど、そうしているとちょっと時間もないので、今回私のやったやり方っていうのはギャラクシーにほとんどそのままバッチスクリプトをギャラクシーにアダプトさせる方法でやってます。だからそのギャラクシーのインターフェースの部分だけを取り除けばバッチとしても動くし、あと特に R のバイオインフォマティクス関係の解析環境であるバイオコンダクターとかを主に使ってやってますので、R だとそのシャイニーとかウェブアプリで動かすこともできるので、あくまでその、自分自身はギャラクシーというよりもその中のスクリプトの開発を主にやっているという感じ でギャラクシーに載せていると。だから今回紹介もここにあるんですけど、この特に考えているのは RNA-seq の時系列データの解析にを今中心に取り組んでます。で、特に、今回ちょっと所属とも関連があるんですけど、このメディカルサイエンスで生命医科学、統合生命医科学研究センターというところ、特にこの疾患を対象として発症までに至るプロセスのデータを取っていると、特に RNA-seq が最も汎用的に捉えているので、そのような疾患を対象としたマルチスケールかつ複数の細胞が混ざったようなものに対して、ざっくり言えばシステムバイオロジー的なアプローチを行っています。なので、当然データ解析もベースにあって、そこから数理モデルだったりとかいろいろな要素を組み入れて実験検証も含めてやる、あくまでプロジェクトの一つとして、RNA-seq のデータ解析をやっています。で、特にこの時系列データとか書いていただいたんですが、今回パイプラインに載せているものは時系列、必ずしも時系列でなくても対応してまして、2つ2群比較ですね、ワイルドタイプとコントロール、ワイルドタイプとコントロールみたいなものに対してデータ解析をやるようにしています。ただそれも単一点の時系列とみなして解析できるようにしています。で、特にこの時系列データというのはマイクロアレイ含めて少しずつですが取られ始めているということと、特にメタゲノムとかで非常にタイムシリーズのデータが取られていると。で、特に、私実は専門は数理モデリングだったりとかそっちの方なので、この RNA-seq の時系列データというのをどういうふうに見ているかというと、因果関係まで言うと非常にちょっと膨大なんですけど、基本的にそのデータの相関ではなくて時間的にどういう依存関係で、特に細胞がエピジェネティックに変わっていって最終的にある機能を発現するといったことは、少なくともある一側面は時系列に沿った順依存関係が、あるだろうと、そういったことを RNA-seq からデータから抽出して、その抽出した関係をもとにモデルを作って予測を提供するというところが最終的な目的になっています。で、特にこのもう山中さんの方からご紹介ありましたように、このギャラクシーの利点の一つはバージョン管理、そして公開型の解析プラットフォームになっていると。で、特に私なんかはこのバイオインフォマティクスを専門でやってきていなかった、自分で必要な部分はバイオコンダクターとかその R のパッケージとかを用いて組み込んでいるので、今後必要な時にこういう情報交換ですね、こういうギャラクシーのコミュニティに入っていればいろいろな解析を
する人とあのデータとか考え方とかツールをシェアできると。だからどちらかというとそのコミュニティ、ギャラクシー名前変更するっていうそのコミュニティという人が集まる場としての部分に結構あの結構魅力を感じてて、今回こういうあの自分自身もそのコミュニティに参加する上で RNA-seq の特に時系列にあの対応したあの解析手法をやってますというふうに、まあ、名刺代わりに持っていっていろんな人とのコミュニケーションを取りたいと、まあ、思ってあの利用しています。じゃあもう少し実用的なお話に移ります。でワークフローとどういう感じになっているかというと、今回はもう RNA-seq に対応しています。であのおそらくちょっと市販のソフトとかは使ったことないんですが、あのここに書かれてあるものは多分市販のソフトであったりいろんなところで、まあ、簡単にできるような汎用的なものだけになっていますが、あの基本的なところはあのギャラクシーの他のツールを使えばあのファスト Q からあの SAM とか BAM にするツールがあります。それとまたあのこの BAM の段階からあのカフリンクスとかあのカフリフを使って発言変動の解析をするソフトもあるので、今回はあのもうそういう2つの RNA-seq の解析ツールもあるし、先ほど吉村さんがおっしゃったようなあのセルフィッシュを使うという方向性もあるので、今回はこの RNA-seq のナンバー実は3なんですけど、あの3つ目としてあの BAM からリードカウントを抽出して、そのリードカウンターとは基本的に、ケースポインティングプロセスですね、カウントプロセスですね、あのマッピングされたリード数を見るあの統計のモデルになるので、それに対応したあの発言変動解析 の手法を適用させると。で出てきてた発言変動解析、発言ワイルドタイプとミュータントで変動が認められる遺伝子に対して基本的なビジュアライゼーションであったりとか、マイクロアレイでもよくやられているように、どういうふうなファンクションモレキュラーファンクションが優位にあのミュータントで発言上昇しているかとかいうエンリッチメント解析という、それとあと、まあ、公共データベースでどのようなネットワークパスウェイが関与しているかということを調べるあのネットワーク、あの特にストリング DB とかいうタンパク質相互作用に基づいた相互作用のデータベースがあるので、そういったところにマッピングして結果を得るようになっています。でこれワークフローの使い方とかっていうふうに、まあ、載ってますけど、あの基本的にインプットのデータとしてはあの皆さんがあの GAM ファイルとかを、まあ、事前に用意していただくと。そうするとあの GAM からリードカウントを抽出するデータがあります。でそれらをあのこのサンプルは0アワーでワイルドタイプだとかいうふうに、少しその時刻とグループを指定するようなあのテキストのテーブルを作っていただいて、それら2つと自分自身のデータをアップロードすると、あと自動的に発言変動遺伝子と各種ビジュアライゼーションが出てくるようなあのツールになっています。これが今ちょっとパッと話した分ですね。で基本的にルーチンでやるといってもあの今回ちょっと私の載せたあのツールっていうのはあのステップが6個ぐらいあって、あのちょっとあのボリュームが多くて、ちょっと先ほどからスライドもちょっとビジーなんですが、あの基本的にそのリード、ガムファイルから出発して最終的にワイルドタイプとミュータントの間でどれぐらい発言が変動があるかとか、ある注目する遺伝子についているあのボックスプロット、ヒートマップなどの結果がまあ出るようになっています。でちょっとこの口で説明するだけではあのなんかあのちょっとピンとこないかもしれないので、まあ、あのもし詳しくちょっといろいろ知りたければ、まあ、実際にツールを使っていただいて、あのこういう機能が欲しいだったりとかいうふうなフィードバックとかもいただければと思っています。で実行時の注意事項っていうのもいろいろあの書いてるんですが、あのなんかいろいろ制限があるんですけど、まあ、端的に言うと今のところあのリバレンスゲノムとしてあのマウスでもあの UCSC の MM9 と人も UCSC の、 あの HG19 しかまあ対応してなかったり、いろいろちょっとここに細かい設定は書いてあるんですけど、これはあのダウンロードしていただいて実際使ってもらうときにこちらを見ながら、ちょっともし動かないときにちょっと
ここに書いてある注意事項に外れていないかを、まあ、確認していただくということで、今回は具体的にお話をちょっとやめておきます。で、今回載せるツールっていうのは基本的に、本当によくやられてるツールを載せているだけなんですが、自分自身はこのギャラクシーの位置づけは特にこれに専門で関わっているわけでもなくて、自分自身はどちらかというとルーチンでツールを解析するというよりも将来的なこの疾患に関わる過程で、例えば特定の細胞がどのような発現を変化をしていくかとか、エピジェネティックの変化をしていくかとかいうふうな履歴を追うことで、どういう対策を打つことで疾患を予防できるかという、まあ、サジェスションを与えるような理論研究をしていきたいと。それに関わるようなところで利用できるデータに対してツールとして開発したスクリプトを載せていくという方針になります。で、特に今回基本的な解析はもういろんな他のギャラクシー以外でも有料のソフトウェアとかも使えばできるので、特に時系列解析に特化して、時系列解析のデータ解析だと比較的ツールもあまり充実してませんし、ちょっとアクセスしにくいし、果たして適切な統計モデルを使って解析をしているかとかいったことも、まあ、分かりにくいので、今後ギャラクシーにはこの時系列データを主にツールを載せていこうと思っています。で、いろいろちょっと複数人で、最初この3人で始めてたんですけど、こういうふうな写真を撮るのが好きなので、ちょっと一応4人開発者がいるという、バーチャルではそういうことになってますけど、実際にはこの中岡慎二が一応開発してます。それと、今回、理研で発表させてもらったんですが、実は今所属は東大の医学部の方にいまして、一応なんか、もしなんかいろいろ私がどこかで出たら、なんか、東大にもなんか似たような顔のやつがいるとなったら、それは多分私だと思っていただければ幸いです。というわけで以上で発表の方を終わらせていただきます。